はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。シャドーガーデン様、小川様、久保田様、みゆき様、みゆき様、2回ご支援いただきまして誠にありがとうございます。横田様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、としなが様、まさゆき様、永田様、焼きとうもろこし様、お手紙も、まこみこ様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。皆様何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。12月9日土曜日、拉致被害者救う会、署名活動、お手伝いください。メール党員の皆様よろしくお願いいたします。12月29日、忘年会ご応募ください。メール党員の皆様、ぼちぼちと埋まってまいりました。忘年会の方もどちらも党員様のメルマガをご確認ください。有志から画像提供ありました。11月29日新宿靖国通りで堂々と政治活動する外国人たちと、フリーパレスチナって書いてありますね。まあ、パレスチナの、攻めんのやめろみたいな、外国人の政治活動は原則禁止なんだけどなぁ、こんな風にですね、堂々とやられちゃうとですね、無制限でやらしてると、なんか危機感を覚えますね。欧米みたく、徒党を組んで暴れるっていう、未来に非常に危機感持ってしまいます。こんな風に堂々とはやられちゃうとね、外国人の政治活動やらしてんのが総がかり、九条の会の文と高田健78歳と、この人活動を停止すれば、日本はだいぶ良くなるって確信しております。まあ78歳ですから、段階のちょっと年上、1歳ぐらい年上の、学生運動のなんつうの、左翼活動60年みたいな筋金入りですよね、この人ね。24時間テレビ寄付金横領額は実は10倍と若狭勝元検事が指摘。日テレ本社と全系列局で横領してんだから10倍で足りねえよね。100倍だよな。29日の富士、目覚まし8、テレ朝、モーニングショーはこの件を放送して非難したが、日テレ、ミヤネ屋はスルー。日テレだこそやんなくちゃダメなんじゃないの？世論です。いつものマスコミじゃーん。24時間スルーテレビに改名。身内の不祥事は徹底的にスルー。かなり騒がれてるから慌てて今日か明日やるんじゃないのか。まあツイッター上で非難号々ですね。ツイッターがあってよかったと。どんなことがあっても24時間テレビやりたいからスルー。現在進行形で横領してるやついるから触れられないんだよ。日テレに限らず自分のとこがやらかすと扱わないか、小さく扱う。本来は自分とこだから取材しやすいのにな。話聞きやすいのにね。ミヤネ屋プロデューサーも横領してっから、24時間テレビの給付金横領してっから放送できないんですよね。そういうことにしとこう。ミヤネ屋のプロデューサー、私を名誉毀損で訴えるならどうぞどうぞ受けて立ちます。日テレにとって24時間テレビは美味しく横領できる打ち出の小槌だから、どんなに激しく非難されても来年もやるでしょうね。募金額減るようにですね、募金は日テレが横領すから弱者には渡らないって言いふらさないといけないですね。ツイッターその他でね、まあ、使命感を持って、言いふらすと。東京、北海道、中部、九州、沖縄電力、来年1月から値上げします。電力大手は全部過去最高益とか言ってなかったっけ。便乗して東京ガスも値上げするって、また岸田の支持率下がりますね。これ生活苦しくて。世論です。補助金うまうまで過去最高益なのに、過去最高益を維持するにはしゃあないな。くっそ黒字が出たような気がすっけど、最高益の味は忘れらんねえんだ。値上げ談合、絶対に過去最高益を更新します。もう12年も原発を動かさないせい、
再エネ賦課金が一番許せん。東電は東日本大震災で国税投入で実質国営化したんだから値上げとかふざけんなよと、生活が苦しい。これにつきますね。それもこれもですね、原発再稼働に猛反対してる連中のせいですね。高田県みたいに、原発動かさないと電気代が高くなるって理解してないバカばっかで腹立ちますね。平均的な世帯の東電の値段はですね、月7464円になると試算されております。私は一人世帯なんでこんなにいきませんけれども、皆様の家ではこれより多いでしょうか、少ないでしょうか。まあ家族の人数増えたら上がるわな。いわきで経営していた動物病院の、動物病院だけの電気代月2万ぐらいでした。まあ一日中ですね、換気扇回しっぱなしだったり、あと入院室なんかはエアコン一晩中だったしね、かかるわな。国民民主党代表代行の前原誠司が議員4人を引き連れて離党し新党を結党、5人組ですね、世論です。前なんとか党、重荷党、立憲にいると思ってたわこの人。気をつけろ、その新党は元民主、アホどもが分裂してばかりで無能の極みと。民民の現在勢力は衆院10、参院15の25なんで、5人抜けて残りは20人ですね。玉木代表が自民と連立し、与党に加わる気があり、それに我慢できなくて離党っちゅうことなんでしょうかね。それとも玉木がいる限り代表にはなれないって野心が出ちゃったんでしょうか。新党の名前は、重荷党じゃなくて、あがし党じゃなくて、前なんとか党じゃなくて、教育無償化を実現する会。だって、なぜか維新の馬場幹事長が発表しておりました。民民が自民の別動隊になってですね、前なんとか党は維新の別動隊になるのかな。世論です。維新と改革むのかな。無償にしたら私立は値上げするんだから、公立学校だけにしろよ。教育無償化は他の党も言ってない？ガソリン値下げたいとどう違うの？私立の料金爆上がりですな。大阪で維新がですね、高校無償化をぶち上げてまして、私立が授業料値上げして太らせるだけって批判されてましたけれども、前なんとか党維新に合流確実ですね、これ。前なんとか党はなんせ元民主だから、今後も洋館主ですね。焼肉屋の韓国人のおばちゃんに献金もらってたのバレたし、北朝鮮に若い頃行ってですね、若い女性と、誰だか知んねえ若い女性と、イチャイチャしている写真も残ってるしね、まあスパイ確定ですよ。前原誠司はスパイ確定。名誉毀損で訴えるなら、どうぞどうぞ、受けて立ちます。今日のその他のニュース、普天間米軍基地所属のオスプレイが海に不時着、機体は大破、今のところ生存者なし、8人乗ってたみたい、日本の防衛妨害に命をかけるですね、玉城、玉城、どっちだっけ玉城だっけ、ダニ、沖縄知事。早速ですね、米軍飛行停止、米軍機の飛行停止を要望しました。米兵が亡くなって内心大喜びしてんだろうな。この人間のクズはな。ガソリン価格防衛線の170円を突破、174円を記録。160円以上が3ヶ月以上続けば、暫定ガソリン税25円を徴収停止するトリガー条項は発動しないまま。リッター174円のうち実に72円が税金。バカな自民党のせいでお先真っ暗ですね、これ。皇居天守閣再建に賛成 67.4%、 3分の2。いい観光資源になりそうで、パヨ、顔真っ赤。ストレスで免疫落ちて風邪ひくといいな。女性を専門に支援する NPO 法人。全部で4829団体ある。全国に。そんなにあんの？男を専門に支援する団体はゼロ。うわー、これ男性こそかわいそうなんじゃないのかな。だってさ、日本人女性が世界一寿命長いじゃん。したら女性にとって一番いい国ってならない？日本が。その割り食って男性は厳しいと。あなたが弱者男性な原因は何ですか？あなたが弱っちいのは何ですか？複数回答可能なアンケート調査実施。1位自分のせい 75%、 2位社会のせい
32%、3位政治のせい 17%、 4位会社のせい 15%、5位家族のせい 12%、自責が強い弱者男性っていうのが浮かんできますね。 75% は自分が悪いんだ、俺がこんなになってるのもって思ってる。弱者女性に聞くとまたあの回答が変わってくんでしょうね。自殺の7割が男性だしね。コンサルタント大前健一80歳、ドイツは移民難民を受け入れて経済的に成功した、日本も見習え。ドイツはね、あのいくら儲けても通貨高にならないユーロっていうインチキしてんだから、そんなことも知らないのか。逆に壮大なインチキしててもあの程度なんで、ドイツは移民難民受け入れなければもっと発展してたかもしんないのに、大前健一知ったかぶりして何言ってんだ、お前は何も分かっていない、ドイツはユーロでズルしてんだ、普通はですね、あの貿易黒字が続くと、まあ円高になってくんですよ。だって日本のものが皆さん欲しい欲しいって言ったら円に変えてそれを買うわけだから、円の需要が高まるわけじゃん。そうするとですね、あの円高になりますと、価格が上がっちゃって価格競争力がなくなってきて、ちょっとあの黒字が落ち着いてくるっていう自然なバランス取れてるんですけど、ドイツはユーロ使ってて、ユーロはドイツがいくらバン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 儲けても上がらない、上がらないんだこれが、っていうのはあのスペインとか、その他のですね、経済的にダメな国が足引っ張るからユーロが上がんない、ドイツはユーロのインチキで大儲けっていうのが現状ですね。イギリスのとある動物園が年内にパンダを中国に返還すると決定。これでイギリス国内からパンダは一頭もいなくなる。パンダ外交終了と。パンダはもともとチベットの動物。それを中国共産党が強奪し、好き勝手やってると。フィンランドもパンダ返還を検討開始。郡和子、仙台市長、66歳。丁寧に話を進めたい。中国共産党にですね、パンダ貸してって要請したんだって。今時バカなのかって思ったら、調べたらこの人元民主党の菅直人派でした。生粋の売国奴っていうかスパイなのかな。バイデン大統領81歳、韓国大統領をミスタームーンと言ってしまう。それ仙台大統領ですね。任期はあとほぼ1年、残ってますけれども、来年の12月選挙ですから、大丈夫かなこの人。韓国大統領などどうでもいいって思ってから間違えちゃうのかな。ロシアの国家予算がですね、戦争末期、みたいになってきた。総予算が約60兆円で、軍事費が18兆円。日本ならば総予算の3分の1っちゅうと、まあ、100兆円ってとこですかね。日本はあの年金と社会保険料と、予算加えると300兆ぐらいになりますから、まあ、日本で言ったら100兆円張り込んだっていう、戦争末期みたいな予算ですねこれね。というわけで、メール党員様大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。署名活動お手伝い、メール党員の皆様よろしくお願いいたします。忘年会ご応募、メール党員の皆様ぼちぼち埋まって、参りました。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。